お前、5年前誰に喧嘩を吹っかけたんだ。近江連合直参、合流会2代目会長合田隆二、今から会いに行く近江連合会長合田陣の息子だ。会長の息子。バカだった。俺はそいつの罠にはまったんだ。罠？ああ。5年前、合流会はカムロ町にちょくちょく顔出すようになっていた。狙いは旧堂島組か。いや、東条会の幹部だったら誰でもよかったんだ。近江は東条会をつついて関西におびき寄せる腹だった。当時荒れていた俺はまんまと合流会の挑発に乗った。関西に乗り込んだのか。一人でな。合田隆二ってやつとサッシの勝負するために関西へ飛んだ。だがそこで待っていたのは殺だった。銃刀法違反でパクられ臭い飯を5年も食う羽目になった。まああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな。俺はその合田隆二ってやつに借りがある。それを始末しねえとは東条会背負って立つなんてできねえんだよ。そうか。言っておくが近江連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな話しかけてるかわからねえ。杯の話用心してかかった方がいいぜ。ああ。